聖武天皇があの奈良の大仏を建立したいが日本産の金で作りたいよってことでいろんな役人に行って日本から金を集めなさい、実際にカンニングして砂金を取っていただこうかなと。地下学探査を行います。で川がこうあったら川砂っていうのは、まあ、先ほどの砂金もそうですけど、もし上に金鉱床があったら金もちょっと入るだろう。さらに上に行ったら 15ppb あったと。おって